はようございます。わあ、よく寝た。マジでよく寝た。顔パンパン。パンパン。おはよう。今日はですね、なんとデコルテ姉さんとコラボです。もうやっとって感じで、やっと姉さんとコラボで、姉さんにメイクしてもらうからすっぴんでね、うん、行くんだけど、一番楽しみのコラボ、ほんと嬉しい。私も楽しみだったんだよ、姉さんに会えるの。前回がちょっと体調悪くってさ、で今日は今日何時間寝た？あ、姉さんからね、今日何時間寝た？14時間寝たか。すっげー、ね、なんか最近めっちゃ寝るんだよね。いや、私肌荒れしちゃった。マジでほらプツプツしてる。最近ちょっとお酒飲みすぎちゃって肌荒れしてる。いや、もうすぐすぐ、私もう5時になったら配信切って、ね、たまにはちょっと電車乗って行くから、5時になったら切って、そしたらもう姉さんつけてほしいけどね。何してんだろう姉さん。肌荒れしてる。そう、眠いと女の子、いや単純に脂肪吸引してさ、本当に痛くて寝返りするたび起きてたんだけど、最近もう痛くなくなってきてさ、もう今寝だめしてる。あ、そうなんだ。姉さん朝までやってたの？大丈夫かな。私別にやんなくていい、姉さんの枠でいいわ。ずっとイベントやってないし、ナイスもやってないし、全然姉さんの枠でお願いします。だからそう、みんな姉さんのさ枠さ通知取っといてくんない？少なからず、まあ、5時半から6時には姉さんのホテル着くから、てか髪の毛アイロンしても今日雨なのか、縛るか、また今日も。てかどうせすぐウィッグはあれするしね。雨だよ今日。あ、皆さん、ちょっと皆さんにお伝えすることがあります、うん、マイター誰よ今日。今日は加納美香です、うん、加納姉妹コラボ、うん、なんとですね、昨日マネージャー募集したじゃないですか。マネージャー募集して、なんとですね5件も応募が来ました。やったで、なんとですね、まあ、その中で厳選して一人ちょっと面接したいと思います。面接配信しようかな、うん、はい、面接配信。その中で一人選ばれた方がいるので、はい、でもまだまだ募集してます。まだまだ募集してるので、マネージャー募集してます。よろしくお願いします。全然どん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 応募ください。お給料出ますし、まだまだ募集中、まだ決まってないしね、面接でどうなるか分かんないし。その人は女性なんだ。女性、ゆのさんいないんだけど、
女性ですね。ゆうのさんって何してんの？あの人って何してんの？ゆっこさんは依頼来てないけど、ゆうのさん、なんでみんなゆうのっていうの？顔が似てるから、うちら顔が似てるから言うわけ。なんでなんで、優しそうだよね。あ、ちょっと待って、姉さんから LINE 来てる。ちょっと待って、姉さんから LINE 来てるから。ごめんね、姉さんと LINE してた今。姉さんってほんと気遣いだよね。今雨降ってるじゃん。いや私まいちゃん家行くから、雨降ってるしとか言って、いやいいよいいって、私行くし今から、っていやいいからいいから、いやいいっていいってっていうやり取りをしてた、ずっと今。いやいいっていいってずっとお互い言ってんの。本当にいいからって。姉さん本当に優しくて気使う人じゃん。気使う人。いや私も結構気使うんだって。気使うっていうか、私も気使えるところあるんだけど、気使うところみんながあんま気づいてくれないんだよね。なんでなんだろう。え、だってさ、あの止むっしょ。天気予報見るとさ、夜には止むっぽくない？で、姉さんも私もメイクするって多分 2,3 時間かかるじゃん。その時には止んでんじゃないの？え、マジ？え？夜中ピーク？まあでもさ、え？夜の7時8時とかには止むんじゃないの？はい？でしょ？21時ぐらいにはやむしさ、だからいいじゃん新宿で。だからいいの、新宿でいいの。てかさっきクルちゃんが配信やってたからさ、クルちゃんの枠にヤッホークルちゃんってコメントしたの。そしたらさ、なんかさ 2,3 人がさ、うわー来たーみたいな、あれうざいんだけど、ブロックしてやったし、うわー出たーみたいな、うざくない？ひどいよね。来たーとか言っちゃう。うざいよね。ブロックしたし。こういう時、私ね、遠隔の方がするからね。遠隔。悪いけど。
うぜーって。よいしょ。こっちじゃクリちゃんが叩かれる。まあさ、お互い様なんだけどさ、マジで前髪長いな、どうしよう。すっごい切りたくなってきた。ハンバーグ食べてるクリちゃん、あ、見てない、お風呂入ってた。起床来たけど、その時もうわーってなった。あ、そうなんだ。へー、うちってそうでもなくない？うちってそんなことないよね。誠治さんとかさ、機長さん来てもさ、切ろうかな、いや伸ばしてて、ちょっとどうしよう。あ、今日はね絶対に平和だよ。私いつも自分で前髪切ってるんだけど、なんかこう、ま、真ん中で、あ、もうでも真ん中いけるんだけど、普通にで、ちょっとなんかこんな感じで真ん中こうして、これでいいのかな。え、でもやっぱ前髪ある方が可愛いのかな、どうしよう。前髪あった方が幼いかな。そうなんだよね。まあもうちょっと考えとくか。前髪はけど綺麗な前髪切っちゃおう。切っちゃおうかな、もう我慢してたけど切っちゃおうかな、頑張ったけど。姉さん何うまいの？ここが一番のさ、しんどいゾーンなんだよ。わかる。キャリーちゃんまで我慢する？で、私の理想はこっちに流して、なんかこういうやつ、でもなんかこの前さ、似合ってたけど、前髪こうやって分けて、でもなんかお姉さんっぽくなって、私さ若く見られたいタイプだから、なんかお姉さんっぽくなるじゃん、だから年相応になるじゃん。あ、キリさん初コメありがとう。ショートボブはもうしない、もう、あ、もう切っちゃう、もう我慢できない、もう我慢できない。伸びたな、これどんぐらいだろう。結構我慢したね。もう、なんでかそんな我慢、別にそこまでさ流して劇的に美女じゃなくない？正直前髪ある方が好きなんだよ。こういう感じで乗り切るじゃん、真ん中に。こうだとなんかあれだから、ちょっと真ん中すだれのさ、なんか流行ってるよねこういう感じの。違う？
そう、小沢目指してんの。小沢美里になりたいんだって。そう、シースルーバンク、まあ、もうちょっと長さが必要。ここまで長さがいけばもうこういう感じのがもう整うんだけど、こっからまた 2,3 ヶ月ぐらい、髪型ぐらい意識したってよくない？おざみのこと。3ヶ月、足ね、髪の毛伸びるの早いんだよ。早い。もうダメだ、もう我慢できない。やっぱり我慢できない。切りますもん。いいじゃん、前髪ある方が。あ、なんか若くなった気がする。ほら、若くなったじゃんね。あー、我慢。うん、いい感じ。前髪あった方がいいって。こっちは伸ばすか、ここはここに伸ばしといて。もう切らないよ。ちょうどいい。これで前髪切るのうまいっしょ。うん、リリーさんも新宿にいるの？え、リリーさん東京にいんの？いやいや、聞いてない聞いてない。リリーさん東京にいんの？なんで連絡してくれたらよかったのに。すぐ帰っちゃうのかな。マジ会いたかったけど。あ、りんちゃんとディナーなんだ。予定が詰まってるんだね。あ、りんちゃんとディナーなんだね。みーちゃん、ありがとう。え、いつまでいいんだろう、リリーさん。うん、いつまでだろう。え、会えるんだったら会いたいよ、リリーさん。あ、最近ちょっといろんな人とアクティブ交流するのハマってる。なんかね、慣れてきたかもしんない、いろんな人と交流深めることに。すごい人見知りが なくなってきた気がするけど。あ、合流しない、今日はデコねえだから。うん、アンチヒーローは知らないけど。で、今日は、あー、前髪かわいい、ありがとうみーちゃん。ちょっと大花火来た。大花火ありがとう。2000円のやつ。短い方がいいかも。私は短い方が好きだから。ただここちょっとミスっちゃったけど、うん、うん、今度は無銀さんは、まあ、コラボっていうかストーカーはできるんじゃない？ストーカー配信。うん、無限さんを追うみたいな。で、クルちゃんともまた遊びたいし、クルちゃんとはまた泥沼会がしたいね。楽しかったから。
泥沼会、そう泥沼会したい。もうベロベロに酔っ払って、もう2人でいい、クルちゃんと2人でいい。じゃないとあのメンズが来ちゃうと私メス出ちゃうから、メス感出ちゃうから、クルちゃんと2人がいいな。じゃ男芸したくないんだよね。男芸したくないんだって。好きな人もいらないし、今クルちゃんと2人でいいんだよ。うん、またよろしくお願いします。うん。